はい、ソロ級でドレイブやってみた。みんなもドレイブ OTP になりましょう。そして俺は東海帝王をよろしくお願いします。意味わからん挨拶になっちゃった。眠眠カット。あ、ごめんね、言い方あれやった。上限は突破してるから、アットが上がるから積んだ方がいい。ああ、なるほどね。やべ、充電警察来た。充電しないんですか。充電したいよ、俺だって。でやね。おすぎ、やっぱ東海帝王だったか。俺は東海帝王だよ。誰が里のダイヤモンドなんだよ。崩壊でようだろ、普通に。崩壊でようしか勝たんわ。ブレスト、そういえば、何回目でリーグオブドレイブンっての来るらしいっすね。マサイロイ、俺はもっぱらツインターボ。お前はツインターボか。俺は里のダイヤモンド。どっちやね。俺は東海帝王が一番好きよ。トーミー。ハチミーハチミーハチミー東海帝王しか勝たんな。敵を倒しました。マサイロン、帝王ステップかわいいよね。かわいいとこある、帝王ステップ。めっちゃどこでロックしたんだよお前。ストレートティー、最近トプトフにハマってます。アドク的にどう思いますか。トプティーフ本家見すぎか。ダンスインザダークとかブルガムペローが好きです。おすぎ、ワイリフやってると携帯めちゃ熱くなるの、どうにかしたい、してほしい。マサイロン、本物のやつ結構可愛いよ。神も悪魔も食らうもの、この時間でカサリンがキルだと。充電さぁ、マジで。ワイリフ重いよな。マジ、ベイングローリーっていう昔ゲームがあってね。そのゲームはね、神グラフィックだったのに、全然あれだったんだよね。お前、やめるってこいつ。え、なんか落ちちゃった。やめてまうって。やめてまうってこいつら、ゲーム。ゲームやめてまーう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 。だってもうちょっとでコレクター入るわ。めっちゃええやん、狙うとこ。よし、コレクター入るか。マサイロン、タワーにたどり着く前にぐちゃぐちゃにされんのやばいだろ。やばいね。いい狙いだね。まあ、ドレイブン使ってたらこれぐらいやってほしいよな。まあ、この試合は充電持つ。あとでするわ。俺が悪いのこれ。ストレートで充電持ちそうですね。充電のことには誰よりも詳しいから俺。ディープインパクトって馬娘出てくるっけ。ジュリ、ディープインパクト推しです。出てきてたっけ。モモ、ドルイドやらいま何やってるんやろか。いいんだ。おすぎ、怪我の功労。今の W 使えば通り抜けれるかなと思ったけど、通り抜けれなかったわ。ジュリ、出てこないんですよ、それが。出てこないよね。アムグ、車台だから出ない。ブレスト、ドレイブンっていう嫌な顔でダメ出すの良くないっす。いや、いい顔だろ。ハシューはしてない、別に。ジュリ、許可が下りなかったみたいです。許可下りないとかあるんだ。マサイロン、出た車体はなんか硬くなるよな。もう強すぎる、俺。やめてまうぜ。許可下りなかったんだ。
だからなんかあれか、なんかあれじゃない？うな？フラッシュインしてきたぞ、このジンクス。へぇ、社代っていうのがあるんだ。育ってる時のおすすめは、まだ詰めないわ。育ちすぎててごめん。育ってる時はね、ブーツエンチャー使った方が。確かにあんま出てこないよね。マサイロン、時代の止まった脳みそか。あれじゃない？なんだっけ、実際のレースとか見てたんだけどさ、ミホノブルボンじゃなくてなんだっけあれ、あの、You はなんとかデイスみたいなやつ、私なんとかデイスっていうやつが戦ってた馬違ったもんね。お前長期間でも電撃？誰の何の電撃これ？あ、ティーモか。ティーモの電撃かよ。ビビらせんなよ。ハチミーハチミーハチミー。じゃあ、何やったっけあれ。なんか踏んじゃった。やばい、蹂躙じゃ。あ、そう、エルコンドルパサー。エルコンドルパサーのさ。殺そうぜ。エルコンドルパサの時の敵のなんかあのオランダから来ましたみたいな馬娘の名前違ったもん。このアムムくれるんかと思ったのに、パッシブかなんかなんかで取られちゃった。東海帝王の東海ステップって本当にあるやつなんだ。とりあえずそれ見てみよう今日。でもなんか俺全然知らないけどさ、競馬とかなんかやっぱ競馬って言ったらディープインパクトのイメージあるよ。なんかせっかくなら出してほしかったね。馬の体的には、ああその帝王ステップが詳しい。帝王だって東海帝王って1993年の馬出てななんかレースに出てなかった？ディープインパクトのレースは何回見ても興奮します。交差幸福幸ディープインパクトのじゃあ出ないんだったら調べてみようかな。あーやめてまうやめてまうジンクスやめてまう。てかマサ俺より年上マサって俺より年上なん？俺28やけど。情報開示おじさんだ。お前何しに来たん？ 32？ マサって32なん？あ、差し馬なんだ、差し馬。うん、ジンクスやめてまう。やめてまう、やめてまう。ゲームやめてまう。あー、ジンクス！ジンクスーゲームマサイロン、92年生まれだから、わら。マジか。あ、で、俺が、あれか、俺が年取ったんか、俺も。追い馬って言うんだね。追い馬っていうことも知らなかった。橋足って言ってたから、橋馬なんかと思ってた。受けてあげたね、今俺。優しい。わー、逃げろー。ぷい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 。差し寄りさらに後ろから。はい、こんばんは。いいね、なんか、俺のことやっちょって呼ばないのいいよ。フミヤさんって呼ばれる方が嬉しいから。
社大は競馬業界の巨人みたいなところだからゲームに出てこない名馬がたくさんいる。俺ようやくちょっと面白いなと思ったのに。ゴールドシップ？すごいすごいすごい、生きた、発祥戦勝った。インビンシブルアルマダね、もう強い俺。あんなバイのアルティメットあんな適当に逆に来ると思わなくて、おせんかったわ。殺臭ジュリ、有馬記念に通ってたぐらい競馬好きなんで、競馬の話できて嬉しいです。通ってたんだ。アムグ、タケトヨは基本的にどの馬が一番だったの質問 NG なんだけど、ディープとサイレンスズカは特別扱いしてるコメントしてる。おすぎ、あの人数差で生きてるのぐさ。ドレイブン強くね。はい、2万玉あげはい、2万。ということで、ウマ娘の話をずっとしてすいませんでした。ドレイブンの動画になりました。ドレイブンの短かったし、ドレイブン講座でもしといてあげよう。ちょっと雑談俺もしたいから、ちょっと待って。俺今ウマ娘に始まっててやりたいんだけど、でも動画のことも考えないといけないから、ちょっと待って。おすぎ、競馬の話してたら終わったね、競馬の話してたら終わった。てかさ、あの馬娘見てて思うんだけどさ、なんかうわこの馬がなんかあれなんだとか言ってさ、その過去の競馬のシーンとか見てたらさ、乗ってるやつ大体武豊なんだけど。競馬で強い馬大抵武豊が乗ってる。どうもふみやちょです、よろしくお願いします。マサイロン、俺なんてワイリフできてねえんだから、笑。ワイルドリフトへようこそ。ジュリ、たけし様様です。はい、簡単ドレイブン講座です。マサイロン、あとあの親子。ドレイブンのスキルがよくわかってない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明します。まずパッシブなんですけれども、一回このね、斧を拾うとですね、スタックが溜まっていきます。なんとこの自分の、この下、見てください。はい。1、ドレイブの顔がつきましたね。そしてドレイブの顔が2になります。はい、これで3になりますと。これどんどん貯めていってください。どんどん貯めていくと、敵を倒した時に切る、お金がいっぱいもらえるようになると。この名声かける4ゴールドいただけるんでね。拾うのが大事です。で、斧っていうのは基本的に、この進行方向に飛んでいきます。何も押さないと自分のところに大体戻ってくる。まあ、いっぱい投げると変わるんですけど、大体自分のところに戻ってくる。で、ただでもそれだと敵を殴る追いかけるときとかにやると、一回か、あーみたいになっちゃうんですけど、だからその進行方向に入れて殴ると、後ろに行きたいときは後ろを入れながらやると後ろに斧が飛ぶ。前だと前に飛ぶ。これがまず基本的な斧の動きです。なんでまあ基本的に拾うのが強い。拾ってないと弱い。ダメージが上がるんでね。っていう、まず、このまあ回りながらこう、ドレイブの斧をちゃんとね、拾えるかみたいなのをちょっと練習してくださいと。で、斧の、コツとして、コツっていうかあれなんですけど、この、なんて言ったらいいんだろうな。基本的には拾って戦いたい。2個を回し続けたいんで、なんだろう。これ2個持ってる状態でもう別に1の CD って回るから、これって別に、なんだろう、落としていい斧ってのが存在するんですね。本家だったら3本持つとかもあるんですけど、基本的に割りは必要なくて、この2本の斧をこう今 CD が空いてるんだったら落としてもいいじゃないですか。なんで適当にこうやってやって、なんかまあフラッシュとかして、そのまま2でもう一回押して2本にするみたいなのも強いんで、まあ、1の CD の管理がまあ大事ですっていうのと、次に2スキルが CD が戻ってきますと。使った後に、まあ、2は使った後に MS と AS があるんですけど、拾うと戻ってきます。なんで僕的にはこの拾う直前に W を使いたい。拾うためにもちろん W 使っていいけど、慣れたらこう拾う直前に W を押すと、まあ、最大で MS を活かせるプラス、こうやってもう一回殴って、あ取れないってなった時にもう一回こう逃げれるんですね、2で。なんで、まあ、これは大事かなと思ってます。3は一瞬 CC 入るんで、倍の9ノッ
ックアップ、パイの球を止めたりとか、相手のなんかそういうのを打ち落とせたりするんで、そういう風に使います。で、あとスロー良いんですね、基本的には。他のやつらにはまあ基本スロー。25% スローあるんで、このスロー良い。で、今67スタックになったんで、あのガネンを倒しに行くと。おりゃーっつってね。逃げますね。まあ逃げますわ。まあ今倒したら80円プラス 73×4。300円か。300円もらえますよっていう。せっかくなんで倒すか。なんでドレイブンがスノーボール精度が高いのか。これはこのパッシブがね、めちゃくちゃお金が稼げるからなんですね。スローかけて、まあ殴って、最後とどめにドーンみたいな。はい、396円プラスでもらえた。今の1キルで800円ってことになるんで、ドレイブは最強なんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。